行政支援制度などを利用して昨年度県内に移住した人は2890人と過去最高を更新しました県によりますと昨年度の県内への移住者数は2890人移住相談件数は14405件でいずれも過去最高となりました移住者を年代別に見ると 20 40代代から40代が8割を占めています特に移住者が多かったのは住宅取得などにかかる費用などを補助する制度がある浜松市で545人などとなっています。